はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は月1でやらせていただいてます保護者の方向けのママパパ授業をさせていただきます。で、今月のテーマはこちら、えすぐやるを身につける庭と、これでいきます。で、えっ、ー、と、今ね、ご覧いただいている皆さんの中には、えっ、ー、と、これまでの人生で少なくとも1回ぐらいは、お子さんに対して早く宿題やりなさいみたいなのを言ったことがある方も多いと思ってるんですが、いかがでしょうか。ちなみに私は息子が2人いるんですが、 何度もあります。何度もあると。で、親から見てですね、やっぱり自分の子供が早くやることをやってほしいじゃないですか。特にまあ宿題とかあるあるだと思うんですけど、早くやってほしいと。で、それをまあよりこう子供たちがそうなっていくための秘訣というか、ポイントを今回一つ紹介します。 ただですね、えっ、ー、と、これの解決法というか、ポイントはたくさんあります。まあ、いろんな本を読んだりとか、いろんなサイトにいろんなことが載ってるわけなんですが、今まで多くの親御さんと、ちょっと詰まりましたね。多くの親御さんと話をさせてもらう中で、この観点って意外と、あの、ない方が多いなっていうところを今回紹介させていただくんですね。 でもしかしたらこれを今、保護者の方以外の方、普通に社会人の方とか、あとは学生さんも見ていただいていると思うんですが、これですね、えー、今回、親御さんだけじゃなくて、もう学生さんとか、今、お子さんがいらっしゃらない方にも、すごく、えっ、ー、と、いい観点だと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いください。で特にポイントは、まあえーと、ポイントはというか、穴埋めはね、一個しかありませんで。ポイント、行動するまでのほにゃららを下げてあげましょうと。で、今回書くのはもうこれだけです。ポイントとしては。 少しね、わかりにくいと思うんですが、ポイントとしては行動するまでのハードルを下げてあげましょうと。まずこの言葉だけでいいので覚えていってください。で、これが何なのかっていうのを2つの例を出して説明していきます。で、こっちは、とある家庭の宿題編ということで、まあ、今ご覧いただいている皆さんが実感しやすい部分。で、こちらは、とある36歳の筋トレ編と。例えば、えっ、ー、と、皆さんの中にも、体鍛えたいとか、まあ、痩せたいとかって思っていらっしゃる方はいるかもしれないと。で、そういった時に、 なかなか続かないんですよね。筋トレとか。ちょっとダイエットはちょっとあの、この話と別になっちゃうんですけど、筋トレとか、何かのレッスンとかでもいいです。練習とかも。なかなか続かないもの。それが、え、こう、継続して続きようになる時のポイントも同じような話です。で、何かっていうと、あの、冒頭で話したように、早く宿題やりなさいって言いがちじゃないですか。で、宿題をやりなさいっていう発言って、当然宿題をやるっていうことがゴールになるんですけど、 子どもたちが宿題をやるまでに、実はハードルって何個かあるんですよ。ただただ宿題をやるっていう一個だけじゃなくて、まず机の上がもし散らかっていたら、机の上を片付けるっていう一個の行動が入りますよね。でそこから宿題を探す。まあ、ランドセルなのか自分の部屋かわかりませんが、宿題を探すっていうものが入る。で、細かいとこで言うと、ページを開くっていう動作も入りますよね。そこからスタートなわけです。 で、もっともっと細かく言うと、もしかしたら鉛筆を削るという作業が入るかもしれないですし、い、ま、ろ、あ、んなことが考えられると。だから実はですね、宿題をやるというこのアクション、行動を起こすまでには段階があるんです、こうやって。で私、こういうのよくハードルと言うんですが、それを極力下げてあげてほしい。人はですね、例えば何かをやらなきゃいけない時に、そこのアクセス、そこまでの行動段階が少なければ少ないほど取り掛かりやすいんですよ。 わかりますかねこれちょっと一回これを保留にして一回こっちへ行かせてください。いいですかこれ一回こっち。で、これは私の話です。私今36歳なんですけど、今筋トレをしておりまして、で、実際これやってないです、この二つ。でも、筋トレをもししようと思ったら、例えば家でね、しようと思ったら、ウェアに着替える方いらっしゃると思うんですよね。スポーツウェアとかに、ね、着替える方がいるとで。着替えるとします。で、その後に、じゃ筋トレの道具とか用具を準備する必要がありますよね。例えばセッティングしたりとか。 する可能性もあると。で、だから、これを筋トレをスタートしようと思った時に、こういった段階が入る可能性がありますよね。ですけど、私、ここを極力削除します。こうやって。例えば、ウェアに着替えなくても、私はもう部屋の、あと、スウェットで、いつも寝るので、スウェットのまま筋トレをすることは家では可能なんですよ。 ま、ジムとか行くんだったら無理ですけど、家では可能なので、この着替えるってものを消すことができる。で、用具に関しては、まあ、これは大きさとか、皆さんが住んでるお家とかのね、サイズにもよるんですが、置きっぱなしにしてます。すぐ行けるように。だから、用具を準備するっていう段階を削除することによって、筋トレしようって、自分が筋トレをやろうと思った時に、すぐに、 筋トレスタートをすることができる段階を消すことによって、いう環境を意図的に作ってるんですね。で、この発想がすごく大事なんです。いいですかで、これをこっちに戻します。でも結局、こっちをやろうと思っても、この辺は削除できないですよね。もし。じゃあ何をするかっていうと、子供たちが勉強しようと思った時に、もちろんこれを親御さんがやってあげるという選択肢もあります。 いいですかこの部分をやってあげて、ほら準備したわよやりなさいっていうこともできるんですけど、個人的にはおすすめしません。それに関しては。ここも子供たちにやらせます。ここも。必ず。ただ、どう考えるかっていうと、この部分と、この実際に勉強するスタート部分を切り離して考えるんです。切り離す。 何を言ってるかっていうと、例えばですよ。例えば、えー、これから冬休みが始まります。で、今回冬休み前にこれを投稿しているのは、冬休みに実践してほしいからなんです。というのは、普段、学校がある日っていうのは子供たちの帰宅の時間もあります。で、親御さん、保護者の方が、えー、仕事をされてれば親御さんの帰宅時間もあったりとか、家帰ってから、こう、 時間に余裕がないんですよね。で、ない状態でこれをするので、なかなか難しいので、時間がある。冬休みって宿題の量も少ないので、割と時間に余裕があるんです。年末年始もあるんでね。なので、その時にちょっと実践してほしいなと思って、この時期に撮ってるんですが、何をするかっていうと、例えば朝起きます。で、その日に、じゃあ今日これやるって決めますよね。目標の部分を。そしたら、はい、早く宿題やんなさいよ、午前中のうちに。って言うんじゃなくて、まず起きた段階で、ここまでをやらせるんです。 ここ。準備ですね。つまり。まだ宿題やんなくていいから準備しなーって。それが自分の机。準備しなーって書いておきます <laughs> あ。準備しなーって。自分の机でもいいですし、まあ自分、私はね、結構小学生の方,方とかだったらリビング勉強を押す人なので、リビングとかでも構わないので、その勉強する場所をまず片付けたりとか、宿題探したりとか、ページを開く。つまり、あとは、 あとは本人がその場所に座って始めることがすぐできる状態をしておきなーって、まだしなくてもいいかんねってしておくんです。で、この部分はその後すぐやってもいいし、後でもいいよっていう、ちょっと余裕を持たせます。ここは、本人に任せます。 で、この環境だけ整えておくと、子供たち、まあ大人もそうですけど、子供たちも当然気持ちのリズムっていうのがあります。その日の中で。だから、例えばこの環境だけ整えておくと、まあ、例えば漫画とか読んでますよね。で、ふとした時に、はぁ、ちょっとやろっかなって思う瞬間があるんですよ、実際。これ大人もわかると思います。で、その時に、やろっかなと思ったのに、この段階が入っちゃうと、めんどくさくなるんですよ。でも、やろっかなと思った時に、すぐ、 このスタートを切れる状態に持っておけば、すぐこうやって、よし、やろうってなるんですね。だから、あとは好きなタイミングでいいからやっておきな、みたいな感じでしておくと、割とですよ。割と自分でやります。決めたことでもし、その決めた、スタートをしてみても、その後集中が続かんとか、すぐダラダラするってなった場合は、ここの問題じゃなくて、量の設定の問題なんですよ。やろうと決めた量が多すぎるんです、その子に対して。 そういった相談もあるんですが、今回はスタートを切らせるっていうことだけを目標にしてちょっと動画を撮ってるんで、そこは省きます。いいでしょうか。なので、冬休みちょっと実践してほしいのは、準備をするっていうことと、スタートするっていうことを一回切り分けてください。考えるときに。ただ、本人に任せてたら、多分もう一日かかっちゃうわとか、夜までなっちゃいそうって思う方は、例えばこれをですね、朝起きて8時とかに。 準備を完了させます、す準備するだけでは絶対やるので、まあ、これは強制させましょう。で、その後に、えっ、ー、と、任せきるが怖かったら、じゃあ昼まで。えー、じゃあ正午まで。正午までにやろうね、みたいな。時間を決めておくと、言っても4時間ありますからね。4時間の中で自分の好きなタイミングでやりなさいって。で、それももちろん親、子供と相談する必要はあるんですが、そこまでにやらなかったら怒るわよ、みたいな。 だけど、そこまでは別に、どこでダラダラしようが、どのタイミングでやっても構わないから、ここだけは守ろうね、みたいな感じにするとですね、最初はすぐうまくはいかないです。まあもちろん最初からうまくいく子もいるんですけど、これ。でもなかなかうまくいかない子もいると。ただ、自分の中で4時間っていう余裕を持たせてもらった上でのスタート。しかも、自分がちょっとやるかなって思った時にすぐスタートを切れる環境は整っているので、割とお子さんが変わっていきます。 なので、この部分をね、今回お伝えしたく動画を撮りました。で、例えば今、これ受験生の方とか学生自身、まあ中高生を見てくださってるとしたら、何が活かせるかっていうと、例えばですよ、今日勉強して夜寝ますと。寝るとなった時に、翌日、次の日に勉強するものをここまで準備しておくといいです。夜のうちに。 明日やるものはこれ。まずね、最初に勉強するのはこれだって決まってるんだったら、あとはもう自分が机に座れば、その勉強が始められるっていう状態にしておけばいいんです。未来の自分に楽をさせればいい。ね、前日の自分がこう準備することによって。そうすると、行動するまでのハードルがかなりグッと下がりますので、ぜひこの発想を持ってやっていただけたらと。買いました。やっていただけたらと思います。 はい。ということで、今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。皆さんにとってね、ちょっとでも参考になったら嬉しく思います。で、また次回も、ドライ月か、撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、今回の授業は以上でございます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また、失礼します。